はい、こんにちは。今日はね、セブンイレブンで買ってきたね、お弁当。はい、まずはこれ、炭火焼き牛カルビ弁当。あとはね、これ甘辛ダレで食べる鶏飯。そしてこれ、九州フェアご当地グルメ豚の角煮丼。この3つ買ってきました。これなんで買ってきたかっていうと、セブンイレブンのお弁当をチャーハンにしたら美味しいんじゃないかと思って買ってきました、ね、これ全部ね、フライパンで炒めてチャーハンにして食べたら美味しいんじゃないかなと思って、チャーハンにしたら美味しそうなものだけを選んで買ってきました。ということで、今からこれ全部一つ一つね、チャーハンにして食べていきます。美味しいかどうかは分かりません。初めてやってみます。さあ、まずはね、これもう絶対うまいと思います。炭火焼き牛カルビ弁当、絶対うまいね。これ炭火焼き牛カルビ弁当ね、税込み594円ですね。これもやしとかさ、人参、何これ、ほうれん草かな、入ってね、これをねそのままチャーハンにします。どうやってやるかというと、もうそのままボー入れちゃいます。はい、あとはね、お、香ばしい匂いがしてきた。あとは炒めるだけ、ね、ご飯をほぐしながら、もう冷たいご飯のままそのままやってます。レンジでね、温めた方がほぐれやすいとは思いますけどね。このね、冷たいご飯のね、このご飯のね、玉を潰すのがね、めんどくさいね。温めればね、全然こんな玉にならないと思いますけど。もう味付けはね、何もなし、もうそのままのね、お弁当の味そのまま。でも一応チャーハンなんで、ごま油だけちょっと入れます。それで完成です。はい、ごま油の風味だけ生かして、それで完成ですね。はい、はい、盛り付け、はい、OK、 できました。実食していきます。これね、炭火焼き牛カルビ弁当。はい、どうですかね。いただきますよ。うまいね、めちゃくちゃチャーハン。このね、この肉にね、すごく味がついてるね。これね、もやしとか人参とか入っててね、バランスよくね、野菜が入ってたんで、いい感じですね。ちょっとね、石焼きビビンバに似たような味になってます。そうだね、味を例えるとまさにね、石焼きビビンバだね。これうまいな、これ癖になりそう。はい、完食。いや、これうまかったな。炭火焼き牛カルビ弁当。はい、これはね、炒めるとね、まさに石焼きビビンバになりました。めちゃくちゃうまかった。いや、続きまして、これはね、安いね。税込み399円、甘辛ダレで食べる鶏飯。やってみましょう。はい、中身はね、こんな感じ。これは鶏肉とタレと卵だけ、ゆで卵ね、半分入ってます。あと野菜は何も入ってません、ご飯だけね。はい、これはどうでしょう。これもそのままいきます。よいしょ。はい、こんな感じ。はい、
ちょっとね、炒めてからね。はい。これもね、ご飯を潰しながら炒めていきます。卵もね、潰しちゃおうかね、これ。どんな感じになるかわかんないけど。もうね、これ電子レンジ入れてないんで、ちょっとね、時間かかりますけど、電子レンジ入れてからね、で、温めてから炒めるとね、もうすぐだと思います。もう、簡単にね、炒まると思います。今日はね、電子レンジ入れてないんで、結構めんどくさいです。チャーハンなんでね、もう卵を鶏もなるべく細かくね、潰して。さあ、これは果たして美味しいでしょうかね。どうでしょう。なるべくお米をね、一つ一つ、一粒一粒にね。さあ、どうでしょう。仕上げのごま油。ちょっとね。はい、OK。はい、盛り付け。はい。はい、どうかな？できました。これね。甘辛ダレで食べる鶏飯チャーハン。はい。さあ、どうかな？これはね、鶏肉のね、揚げたやつが入ってましたね。さあ。いただきます。うん、うまい。いや、想像以上にうまい。これね、ありだね。なんかね、お弁当でね、食べるより美味しいんじゃないかな。うまい。はい、今日の飲み物。はい、いつも通りルイボスティー。ルイボスティーは美味しくない。さあ、これもうまい。コンビニ弁当チャーハンハマっちゃうかもしんない。これうまいな。まあ美味しそうなやつだけ選んで買ってきたけど、しかし美味しいです。はい、完食。いや、うまかったな。これも甘辛ダレで食べる鶏飯ね。いや、うまかった。これ399円だって、税込みで。安っ。これね、十分1食分あります。しっかりお腹たまりましたよ、これね。はい、最後はこれ。新発売なんだ、これ。新発売の九州フェアご当地グルメ、豚の角煮丼。もうね、2つ食べたらね、結構お腹いっぱいになりましたけど、もうラスト2つじゃ終わりません。3つやります、ラストね。はい。さあ、これはね、税込み680円、値段的には、ね、一番高いです。どうかな、これ。はい、中身はこんな感じね。これね、上と下分かれてます。こういう感じね。これもね、美味しいと思います。ちょっとレンジ入れようかな。レンジ入れたらね、どのくらいやりやすくなるかね、分かるんで。はい、レンジ入れてきました。まあ、あんまりね、熱々にはならない程度に。先にね、これ入れますよ。いやー。はい、もうそのままご飯も入れます。はい、そして、素早く混ぜる。やっぱね、全然違うね。ほぐれやすい。レンジに入れた方がご飯が一つずつずつほぐれやすいです。間違いないです。はい、卵も潰して、角煮もちょっと小さめにね、潰して、はい、タレを絡めながらね、炒めていきます。これちょっとね、ソースが多かったんで、ちょっと水っぽい感じですね。やっぱレンジで入れるとね、ご飯がダマにならないですね。はい、最後これもごま油。これは仕上げです。はい、ラストね。はい、こんな感じ。は
はい、盛り付けていきましょう。はい、できました。こんな感じ。はい、これはね、はい、豚角煮丼ね、どうでしょうか。いただきます。うん、これもね、うん、味はね、うん、ちょっとビビンバより、うん、この角煮がね、すごい入ってるからね、量が、すごく角煮を感じます。でっかいのがね、ゴロゴロ入ってるからね。この豚の角煮丼チャーハン、ありかなしかで言うと大ありです。もう全然あり、うまい、味がいい、やや甘めなんだけどね、すごく美味しいです。これメニューにあってもいいもん、全然あり。いや、セブンイレブンのね、お弁当美味しいね、チャーハンにすると。うん、本当にこれはね、これで一つの商品になってますよ。うまいもん。はい、完食。はい、今日はね、セブンイレブンのお弁当をね、チャーハンにして食べたら美味しいかっていうね、ちょっと企画をやってみたんですけど、いや、全部美味しかったね。まあ、美味しそうなものをあえて選んだんだけど、いや、それにしてもね、想像以上に美味しかったです。これちょっと癖になりそうですね。うん、コンビニ弁当ね、最近全然食べないし、あんまり買わないんだけど、いや、これはちょっとね、美味しいし面白い。うん。ちょっとね、コンビニ弁当でちょっといろいろ試してね、またやってみたくなりました。ちょっとワクワクしました。本当に美味しかったんで、これは結構ね、何十種類もいけるんじゃないかな。結構美味しいのありますよ。ちょっと皆さんもね、これチャーハンにしたら美味しいんじゃないかなっていうのね、あったらやってみてください。本当にね、うん、意外な発見でした。美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。はい、本日はセブンイレブンのお弁当をチャーハンにして食べてみたでした。バイバイ。